はい、貯蓄マニア主婦のなおです。今回はですね、金利が 0.2% で話題の青空銀行を開設したお話をしていきたいと思います。はい、最近このキャッシュカードが届きました。これはね、青空銀行っていう銀行のキャッシュカードになります。はい、なぜこの銀行に銀行を作ったかっていう話とメリットについてお話ししていきたいと思います。青空銀行って何っていうまずところなんですけども、普通預金の金利がなんと、そう、さっきも言ったんですけど、年間で 0.2% になります。まあ、税引き後の価格はまあ年 0.159% にはなるんですけど、すごく高い金利なんですよね。で、ゆうちょ銀行での ATM 手数料がなんと無料です。残高基準や回数制限は一切ありません。すごいお得ですよね。そう、ゆうちょ銀行っていろんなところにあるから、すごく使いやすいですよね。はい。あと、セブン銀行の入金は無料になります。はい。で、0.2% っていうと、まあ、ちょっとだいたいどういう感じなのかなって言いますと、100万円を1年間預けると利息が約2000円つくっていう形になります。ね、地方銀行に預けると、私の預けている、まあ、給料口座は地方銀行なんですけども、その銀行だと普通預金の金利は 0.001% ですね。で、他の結構地方銀行もだいたいそのぐらいが多いです。そうするとなんと100万円預けても約10円の利息なんですよ。って感じじゃないですか。10円が2000円になるって思うとかなり違いますよね。はい、なのですごくお得な銀行になっています。今、聞く限りでは一番今のところいい銀行の利率がいい銀行なんじゃないかなと思ってます。はい、なので、我が家ではどういう風に使うかっていうのをお話ししますね。我が家の家計は夫婦別財布だったので、今まで共通の口座っていうのを持っていませんでした。でも、そろそろ子供が欲しいなって考えているので、2人のその共通口座を持っておきたいなっていうふうに考えました。なので、なんでかっていうと、無事に子供を授かることができれば、妊娠して産休育休に入ると私の収入が減ることも考慮して、今のうちから共通口座を設けておいて、で、足りない部分はその口座から補えばいいのかなっていうことで、共通口座の口座として開設することに決めました。はい、とりあえず今はお互い貯蓄していた生活防衛資金を200万円ずつ入れておくことにしました。あとはいただいた結婚のご祝儀類と合わせて置いておくことにすることにしました。ご祝儀は2人の結婚のお祝いということで、2人のお金だよねっていうことでまとめてその口座に入れておくことにします。で、ゆうちょ銀行ですぐ下ろすことができるので、万が一何か生活に支障があった時すぐに引き出せて便利ですね。で、今後その子供を授かれた後は共通口座にお金を少しずつ足りなくなったら入れていってやりくりしていこうかなって考えているところです。はい、で、今は結構お得なキャンペーンもやってて、キャッシュカードにそうビザデビットカードがついているんですね。で、その利用金額に関わらず、決められた期間内に5回だけ使用すると1000円キャッシュバックされます。で、ビザ加盟店だったら、どこでも使うことができるので、コンビニとかでの少額の買い物などにおすすめです。一番おすすめなのは、200円以内のものを5回買うと、1000円以内で収まるので、その使った額全部返ってくるっていう感じになるので、それが一番いいのかなって思います。私も今月中にちょこちょこ買い物したいなって考えてます。はい、で、こういった口座開設はポイントサイトの経由がとってもお得です。私のおすすめは、ポイントインカムなんですけども、もしそういうサイトにまだ登録してない方はよかったら
動画の説明欄にリンク貼っておきますので、そちらから登録してみてください。そうすると解説するだけで、まあ、その時期によっても変わるんですけど、約1000円分のポイントももらえちゃいます。だからまあね、口座解説とかするときはポイントサイト経由するととってもお得なので、ぜひ利用してみてください。はい、青空銀行はね、ちょっとまあデメリットとしてはパスワードがすごく多いですね。でもまあその分安心だからいいのかなって思ってます。はい、まあね、共通口座として結構大きいお金を置いておく口座なので、少しでも金利が高いと口座の方がいいのかなと思ってこちらの銀行を選びました。よかったら皆さんも解説してみてください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしてます。バイバーイ。